When you run it out of luck, need to get unstuck, so go off. When you rub against the wall and you get off, so go off,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  so go off, go off, go off, go off. キックオフ新潟はアルビレックス新潟の有志や地域のサッカークラブの情報など新潟のサッカーを盛り上げる地域密着型サッカー番組です。 J リーグは16日、2月3月の明治安田 J リーグベストゴールを発表。 J1 はアルビのフォワード谷口海人選手が開幕戦で決めたロングシュートが選出されました。谷口選手がこの賞を J1 で受賞するのは初めて。喜びの会見では谷口農園の園長姿で登場。2月3月ベストゴール選んでいただいて本当に光栄なことですし、選んでいただいたのはもちろんですけど、チームメートだったりスタッフだったり、応援していただいている皆さんのおかげでもあると思うので、このゴールに満足せず、もっともっとゴール決めるっていうことと、試合に勝ちにつながるゴール決めるっていうところまで、今後は求めてやっていきたいと思います。はい。記念品のオリジナルカフスボタンを畑から掘り出す様子は近日クラブ公式会員サイトモバール Z で公開予定。こちらもお見逃しなく。何が埋まってんすか。そして谷口選手も出場した明治安田 J1 リーグ第8節、アルビはホームに北海道コンサドーレ札幌を迎えました。この試合を日刊スポーツ小林さんと一緒に振り返っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では注目されるスターティングメンバー、まずはご覧いただきたいと思います。ポイントをお願いします。長谷川元輝選手がゴールに矢印を常に向けてプレーできる選手なので、攻撃どういう風に引っ張ってくれるか楽しみです。今季ホームで1ゴール、このあたりも期待されましたね。そうですね。さあ、それでは試合開始です。序盤は新潟ペースでした。小見のドリブルからのシュート、さあこの場面いかがでしょう。惜しかったですね。本当新潟前半から飛ばしてましたよね。オリンピックの最終予選メンバーから漏れましたけれども、何か気迫を感じるプレーでしたね。続いて長谷川元輝、先発で出場しましたが、ここ相手のパス乱れたところ強烈なシュートでした。もう一人でボール運んで、こう難しい体勢からこんな強烈なシュート打てるんですね。はい、いや惜しかったですね。ゴールへの意欲がプレーに出ましたね。さあ続いてですが、前半20分、このシュートが入って先制を許すということになりました。守備いかがでしょう。ちょっとルーズというか一瞬隙が生まれてしまいましたね。ファインセーブを続けていた小島もチャンスなしというシュートでした。さあ追いつきたいアルビですが、前半40分、長谷川が左サイドから松田へ、このシュートが相手のブロックに合います。惜しかったですね。長谷川選手のドリブルもすごかったですけど、はい、相手の選手よくカバーしてましたね。松田もそろそろ1ゴール欲しいですね。そうですね、シュート完璧だったと思うんですけど。そしてここで前半終了、1点ビハインドで迎える後半となりました。いかがでしたか。そうですね、序盤はもう新潟ペースだったので、そこでまた1点でも入ってれば流れ違ったのかなと思いますね。はい。さあ盛り返したいアルビです。後半22分、途中出場ダニーロのミドル、ダニーロどうですか。いや、キレキレだと思います。本当ゴールネット揺らしたらもう次々ケチャドバ状態になるんじゃないでしょうか。はい。そして相手が1人少なくなります。ここまで来たら追いつきたいという場面でしたね。さらにアルビも2枚替え、長谷川に変えて奥村、谷口に変えて長倉です。そしてその直後です。小見から中に、そして秋山、放ったシュートがクラブとしてもメモリアルなゴールとなりました。これ素晴らしいゴールですね。秋山選手、札幌戦に抜けてこの距離からミドルシュート自主練何回も繰り返していたそうです。クラブ600ゴール目という記念の得点ともなりました。美しいシュートです。完璧なミートでしたね。そうですね、またこう新潟のホームグロー選手の秋山選手の記念ゴールってところがまたいいですよね。はい。この雄たけび、ホームのサポーターも盛り上がりましたね。叫んでます。
さあ終盤です。もう逆転のお膳立てはできてます。このシュートはしかし惜しかったですね。はい、枠の外というところでした。1ゴールあれば勝ち点3。しかしここで同点のまま試合終了です。いかがでしたでしょうか。贅沢を言えばもう本当最初に先制点を取ってもう2点3点というところを見たいですけど、まあ、そう簡単にはいかないですからね。まあ、正直なところは勝ち点3が自分たちが欲しかったですし、自分たちのサッカーを取り戻すためにもやっぱり勝ち点3を取ってチーム全員で自信をつけたかったので、そういう意味ではちょっと悔しい引き分けかなというふうに思っています。いやもう点を取るしかなかったので、そういう意味ではもうどこからでもシュートを狙っていこうという意識があった分、あそこでは迷いなく振ることができました。まあ、記念すべきゴールにはなりましたけど、勝ちたかったのでちょっと悔しいです。まあ、この1点が次の試合につながればいいなというふうに思ってますし、やっぱりここで引き分けで終わってしまっている以上はやっぱり何かが足りないので、その何かというものをもう一度チームとして振り返っていい方向に進んでいきたいなというふうに思ってます。順位表です。アルビは連敗を止め勝ち点1を獲得、順位は14位と変わりませんが、これから上昇気流に乗ってくれることを期待しましょう。そして今年もルヴァンカップが開幕。17日アルビは2回戦で J2 いわき FC と対戦しました。いわきとの公式戦は今回が初めて。前半6分、いきなりのチャンス、ルーキー森リータのコーナーキック。ニアを狙ってボールがこぼれたところ、長谷川拓実がゴール右上に豪快にシュート。これが先制点となります。長谷川拓実今シーズン初ゴール、監督にも笑顔が。森リータ、長谷川拓実とリーグ戦では出場機会が少ないですが、大きなアピールとなりました。さあ1点リードの後半31分、攻め込まれますが、ここは最年長の千葉がクリア、魂を見せます。後半アディショナルタイム、相手のミスを見逃さず谷口がゴール2点目、ゲームを決定づけます。平日にもかかわらずアウェーに駆けつけたサポーターの目の前でゴールをプレゼントします。2対0で試合終了。公式戦5試合ぶりの勝利でアルビは3回戦に駒を進めました。こちらもてっぺん目指して頑張れアルビ。この後午後2時からアルビはアウェーで京都サンガ FC と、そして27日はホーム FC 東京戦、 NST で生中継します。お楽しみに。世代を超えた新潟のサッカー熱をお伝えするキックオフ新潟。今回ご紹介するのは高校年代最高峰の U18 サッカープレミアリーグに初参戦している帝京長岡高校です。チームは昨年プレミアリーグ参入戦6度目の挑戦で昇格を決定。初めて長岡で開催されるプレミアリーグにはおよそ850人の観衆が詰めかけ声援を送りました。第2節で対戦したのは高校サッカー選手権の鹿児島県大会7連覇中の強豪神村学園です。神村学園のキャプテン縄田選手は世代別の日本代表でイギリスの新聞ガーディアンに2006年生まれの史上最高のサッカー選手に選ばれた一人です。そして前節は敗れプレミアリーグでの初勝利を目指す帝京長岡。この試合を取材に来ていた日刊スポーツ小林さんに注目選手を聞きました。注目しているのは2トップの新野君と安野君。本当この2トップ全国相手でも通用すると思いますし、相手にとってはだいぶ恐怖な2トップだと思いますね。まずは前半6分、2トップの一角安野選手がうまく収め、味方を使って新野選手へ。これを冷静に決め、強豪神村学園を相手に先制点を奪います。このゴールに会場からも拍手が起こります。さらに前半26分、ディフェンダーからの縦のパスを受けた安野選手、これをヒールで新野選手へ。これが2点目につながります。強豪神村を相手に2点先行、リードを広げました。さらに帝京長岡の2トップが止まりません。
前半33分、ディフェンダーからのロングパスを受けた2位の選手、相手ディフェンスの裏を取ると、最後はラストパス、安野選手がゴール右に決め、なんと前半だけで3対0、ツートップが爆発します。大きなリードで後半へ。さらに後半24分、またも安野選手から新納選手へ。新納選手、なんとこの試合ハットトリック、高校世代最高峰のプレミアリーグでやってのけました。鹿児島最強の神村学園相手になんと4対0、恐るべき2トップです。帝京長岡、ツートップが大量4点を奪って快勝、そして守備も無失点で終えました。この日、新潟のサッカーがまた新しい歴史を刻みました。去年の3年生たちが歴史作ってくれて、本当に今年は自分たちがやるしかないので、本当に今この大会を通してまあ、チームとしても個人としても成長できるように、まあ、いい試合になるんじゃないかなと思います。目の前の一試合一試合一生懸命頑張って、まあ、やってきたことしかゲームで表現できないので、さらに今日よりもいい試合ができるようにこの1週間いい準備をして、優勝できるように頑張りたいと思います。キックオフ新潟はこれからもプレミアリーグで躍進する帝京長岡サッカー部を応援していきます。